シュルシュル。へい。ほう。あれ？結構もうおしまい？おしゃば？もうちょっとおしゃばに早く。ふふ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 ふポンちゃんも遊びたくて近づいてきたんじゃないの君。分からない、ポンちゃん。ポンちゃんこれじゃない。でもね、自分で出すときはこれなんだよね。うん。昨日身に余るものを買ってしまいました。身に余るっていうかね、町田の、島村楽器さん地下にあるんですね。でいわゆるスーパーの地下なんですけども、そこに行って、エレガットありますかって言ったらどうぞっていう感じでですね、ずらーっと並んでるところに導いていただきました。朝方天の隙間から漏れ横たわる、ジャン君。はい。うん。なんですか？これはそういうことじゃないの？出したいの？ジャン君。
はい、出しました。はい、ジャン君。はい、ジャン君なんか言ってるよね。そしてそっちに導いてるよね。それはこれのことかな。これ、はい、おいで。ジャン君サラサラだよ。毛がサラサラになってますけど。大変なことが起きました、いいことの方の大変なことです。実はですね、いろいろ相談に乗ってもらっている、ギタリストの先輩ですねが、クロケンがお誕生日だということを知っていて、なんとこれエレガットギターです。昨日買っちゃったのにはい、開封動画となります。えらいことになりました。これは大丈夫ね。あ、もうすでにこの状態で入ってる。よいしょ。はい、スタンド買いましたんで。あ、その、実感ください。よいしょ。アバネスかな。そういう知識がないので。後で調べます。さて、おお、はい。薄い、薄いね、はい、面白い。まあまあなるね。こっちは。
ぱり箱が良くなるのはこっちなんだ。でこれは箱はならないけどっていう話で、なんかいろいろよいしょ、いいらしいんですな。そのいろいろいいのがよくわかんないんですよね。アイだ、うん、イバンス、アイバンス、アイバネス、アイバンス。あ、ありがとうございます。もう俺言うしか方法がありません。どうしていいかわからないですね。そうです、これでですね、クロケンさんは今日から、エレガット奏者として生きていくことになりました。なんせ2本もこんないいものを持ってしまったので。あ、どうするの2本も。あ、こっちの方が細い。本当だ。わお。だってあそこのギターのところの、うん、お兄さんの店員さんも、うん、もっと細いのもある。もう一段ね、うん、だからこれが一番最細で、うん、これがその次ですね。そうなの。ヤマハはその上だって。ありがとうございます。なんかすごいな、まるでギタリストんちみたいです。うん、はい、えれいことになっております。これアイバニーズというメーカーだそうです。これは昨日買ったばかり、朝からずっと練習してたんですが、それに加えアイバニーズ両方、テレガットです。テレガットの伝道師として生きるしかなくなりました。大きなあくびをする。頑張ります、フィンガースタイルできるようにします。そんなギタリストになります。宣言でした。